マーティン・ジョゼフ・ルーニーは、イギリス・クロイドン出身の陸上競技選手。専門は短距離走の400メートル。2008年北京オリンピック男子4400メートル、リレーの銅メダリストである。両親はアイルランド人。小学校でクロスカントリーを始めるも、16歳か17歳の頃までは真剣に陸上競技に取り組んでいなかった。陸上競技のほか、 ラグビーなど他のスポーツも取り組んでいたが、ラグビーをやるには痩せていたということもあり、結果を残していた陸上競技に絞った。当初は800メートルと1500メートルをこなす中距離層の選手だった。2005年、18歳の若さで8月のヘルシンキ世界選手権男子4400メートルリレーに出場すると、決勝でイギリスチームの2層を務め、44秒9のラップを マークして4位に貢献した。2006年3月の A 連邦競技大会男子400メートル準決勝で45秒35のジュニアイギリス新記録を受立。ロジャー・ブラックが作った従来の記録を0秒01更新した。8月の世界ジュニア選手権男子400メートルでは3位に入り、この種目では1990年プロブリフ大会の マーク・リチャードソン以来、イギリス史上二人目のメダリストとなった。2008年7月のロンドングランプリ男子400メートルで45秒の壁を突破。8月の北京オリンピックは男子400メートル準決勝を44秒60の自己ベストで通過して6位入賞を果たした。男子4400メートルリレー決勝ではイギリスチームのアンカーを務め。 チーム最速ラップとなる43秒73をマークするもメダルには0秒75届かず4位に終わった。この時マークした2分58秒81はメダルに届かなかったチームの過去最速タイムとなったが大会から7年後の2016年同メダルを獲得していたロシアチームはデニス・アレクセイフのドーピングで失格となりメダルは剥奪された。そのため イギリスチームは4位から3位に繰り上がり、大会から7年後の2017年にイギリスチームは銅メダルを授与された。2009年8月のベルリン世界選手権男子4400メートルリレー決勝でイギリスチームのアンカーを務め44秒83のラップをマークして銀メダル獲得に貢献した。2012年8月のロンドンオリンピック男子4400メートル リレー決勝でイギリスチームのアンカーを務めチーム最速ラップとなる44秒09をマークするもメダルには0秒13届かず4位に終わった2013年8月のモスクワ世界選手権男子4400メートルリレー決勝でイギリスチームの2層を務めチーム最速ラップとなる44秒5をマークするもメダルには0秒98届かず4位に終わった 2014年8月のヨーロッパ選手権男子400メートル決勝は同じイギリスのマシュハドソン・スミスに0秒04差で勝利し自身初のメジャータイトルを獲得したこの種目でのイギリス勢の優勝は1998年大会のイワン・トーマス以来でありイギリス勢のワン・ツー・フィニッシュは1994年大会以来となったアンカーを務めた 男子4400メートルリレーでも金メダルを獲得し、男子400メートルとの大会2冠を達成した。2015年8月の北京世界選手権、男子4400メートルリレー決勝でイギリスチームのアンカーを務め、チーム最速ラップとなる43秒97をマーク。フィニッシュ直前に3位のジャマイカチームのジャボン、フランシスを交わし、 0秒004差の接戦を制止同メダル獲得に貢献した。2016年7月のヨーロッパ選手権男子400メートル決勝はチェコのパベルマスラクラに競り勝ち45秒29で大会2連覇を飾った。この種目での2連覇達成はロジャーブラック以来史上2人目の快挙となった。2017年8月のロンドン世界選手権 男子4400メートルリレー決勝でイギリスチームのアンカーを務め44秒40のラップをマークして銅メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。